はい、では今日の話を始めたいと思います。今日はですね、私たちが非常に身近にしているもの、言葉、私たちの言葉、そして言葉による思考、これについてお話したいと思います。今自分にとって非常に身近なものというふうに、言葉ないし言葉による思考というのを表現しましたが、皆さんもうすでにこの段階でちょっと違和感があるかもしれません。皆さんにとっては自分の考えっていうのはまさに自分そのものであって、自分から身近なものじゃない、それは自分であって自分の友達じゃない、そういう感覚かもしれないと思います。しかし東洋の思想、例えば仏教の思想だと、悟りというのは言葉で表された経典の中にはない、経典の外にある、言葉の外にあるなどと言います。また無思考の悟りなどというように、思考を超えたところに、言葉を超えたところに最も重要なもの、これがあるんだと言います。ですから皆さんがこれまで馴染んできた生き方というものとはちょっと違う生き方に関してのお話になるかもしれない。一方現代の日本は西洋文化の影響が非常に多いです。西洋においては言葉っていうのはまさに人間の象徴です。言葉こそ人間の動物との違いだと。もう少し丁寧に話すと、言葉によって人は考えます。思考と言葉っていうのは不可分ですね。言葉によって人は考えるし、考えるということは言葉によって、行うことですから。で、西洋では実はこの言葉っていうのが単に動物と人間を分けるだけじゃなくて、神と等しいとまでされます。それは有名な聖書ヨハネの福音書かな、はじめに言葉ありき、言葉は神であったっていうのを言う。ここまで言葉を重要しているわけです。人間と動物の違いは何か。聖書では神は人を自分の似姿に作った、つまり人間と神は似てるんだと。多くの生き物の中で人間と動物の違いは人間が神に似てることなんだ。どこが似てるんでしょうね。聖書では神はこういう形をしているというようなことは説きませんし、それを表すことは偶像崇拝だと言われます。姿形において人間と似てない神、神と似てない人間、どこで似てるのか。聖書からたった一つの共通点しか見当たりません。それは両方とも言葉を使うことです。神も人間も言葉を使う。しかし動物は少なくとも人間のようには言葉を使いません。もちろん聖書というのが言葉で書かれたものですから、神の言葉は、それは神とは言葉で伝わっているわけです。そういったことも含めて動物と人間の違い、それは人間が神と似ていること、そして人間と神はどう似ているのか、聖書から知り得る一つだけの共通点は双方が言葉を使うということです。神は混沌とした宇宙に言葉を与え、そして宇宙を創造していきます。最初に光と闇を分けます。そして天と地を分けます。その時に絶えず最初に光あれというふうに言葉を発する。はじめに言葉ありき、言葉は神であった。人間と動物、この違い、これが言葉やないし言葉による思考だという考え方は、西洋の影響を受けた日本においてもほとんど常識だと思います。よく言われるのは、
人間は考える足である、パスカルですね。人間と動物の違いは人間は考えるところにある。考えるというのはまさに言葉で考えるんです。それから我思うゆえに我あり、近代哲学の祖デカルトの言葉です。私はある、人間である私はある、その理由は何？それは私が考えるからだ。まさに考えること、考える能力こそ私が存在しているって意味だ。こうして聖書は言葉、これがですね、神であって、言葉を使ったところが人間が神が似ているところであって、そういうことを示し、そして宗教ではない哲学の祖デカルトも同じように、私の存在、人間である私の存在の証明は私が考えることである。まあ哲学では考えている私の存在は否定できない。どんなにいろんなことを宗教で信じるのをやめて哲学で疑ってかかったとしても、哲学ってのは疑うことが始まるんですね。宗教は信じることが始まる。どんなに哲学的に思考し疑うことをこれをしたとしても、考える私の存在を否定することはできない。そうデカルトは感じました。こうして宗教でも言葉と言葉より思考、これは神聖視され、宗教これと対立する形になった哲学さえも言葉で思考する人間は絶対だと、それは絶対的なもんだっていうふうになったんです。これだけ言葉を絶対する、これが近代の西洋の文明であり、そして今その影響を色濃く受けている日本の文明です。しかし先ほど言いましたように、日本を含めた東洋思想には言葉を超えた文化、言葉のない人間の意識状態、これを非常に重要視する、神聖視するとかですね、言葉が神なんじゃなく、言葉のない状態が、無思考の状態が、無我の状態が、これが悟りだ、言葉は神だ、言葉を超えてブッダだ、ね、非常に面白い、ところではないかなと思うんです。で、我々はだから西洋の影響を受けている。結局その言葉を絶対視して、気づかないうちに言葉を絶対視しているということができる。言葉のない自分、言葉で思考してない自分っていうものに対しての価値、あんまり見出してないんじゃないか。それが東洋的な思想から見るとできるんだと思うんです。まあそれが今日の最初のお話です。言葉っていうのをちょっとだけ相対化して考えてみようと。言葉を自分自身ではなくて、言葉によって考えている状態を自分の本質だと思うのをちょっとやめて、もしかしたらこれは自分の本質じゃなくて自分の服かもしれない、自分の友達かもしれない、ちょっとだけ自分の本質ではないかもしれない、自分の非常に近い友達なのかもしれない、自分の体じゃないかもしれない、自分がまとっている服なのかもしれない、というふうにちょっとだけですね、それから離れてみて、今までそれと一体となってそれこそ自分だと思っていた言葉と言葉による思考をですね、ちょっとだけ相対化して聞いてもらうと、まあ、今まで皆さんが何十年か生きてきたのとは違う哲学が、境地が見出せるかもしれない。さて、言葉、これに関してもう少し、お話したいと思います。言葉を絶対視する立場からは言葉には何の欠点もありません。言葉と言葉による思考はまさに人間の知恵であり神との共通点だ。しかし言葉を相対的に捉える東洋の仏教の哲学では、言葉には欠点がある、言葉には弊害があると。言葉によって思考するからいい部分もあるが、しかし悪い部分もあるんだ。言葉によって思考すると人の意識は悪い方向に行く部分もあるんだ。もう少し言うと、言葉による思考は人間を神に近づける知恵も与えるが、しかし逆に言葉による思考が人間を無知に誘う部分がある。ではどんな弊害があるのか。いや、弊害というより長所は何で短所は何なのかっていうところでお話したいと思います。まず言葉の中にはたくさんの種類がありますが、大きく分けて名詞と形容詞というふうに分けてみたいと思います。まず名詞っていうのはいろんなものに名前をつけます。
で、この機能はですね、この世の中にはさまざまなものがあるんだってことが分かるんです。この世界は決して同一ではなくて多様ですから、そのいろんなものにそれぞれに名前をつけることでいろんなものがあるんだって分かります。つまりこの世界の中の違いを理解するためには名前が必要です。じゃあ何が欠点なのか、何が欠点なのかっていうと、名前を付けられた2つの別々のものはあたかもそれが全く別のものであるかのように感じさせてしまう。実際にはその2つはつながっているのに、名前が付いた途端全く別のようなものに感じてしまう。皆さんは普通海と陸といったら別のものだと感じますね。で、山と平地って言ったら別のものに感じるでしょう。しかし山と平地の境ってどこにあるか分かりますか？ここからが山で、ここからが平地、そういったことはありません。境界は曖昧なんです。いや、陸と海、それは明らかでしょ。波打ち際ってある。で、どこに波打ち際って線引けません。引けません。どこまでがそうか分かんない。生きてることと死んでること、または生物と非生物、どこで線引けるか分かりますか？それはまあバクテリアは生きてるけど、ウイルスってあれ生き物じゃなかったっけ？科学者に聞いてください。何が生物で非生物か、この境界を示すことは非常に難しい。どこまでが人間として生きてる状態で、どこからが死んでる状態か分かりますか？いや、それはさ、心臓止まった時でしょ。いや、心臓止まる前に脳が止まったら死ぬ、これが脳死判定。その時心臓死判定。でも心臓が止まってもまだ体が温かく、その後蘇生する人もいる。じゃあどこが死なのか、科学的には決められます。じゃあどこからが生まれたの？いや、それは出産の時でしょ。いや、それ違うよ、胎児でしょ、お腹の中にいる時でしょ。いや、お腹の中で生きてるんだからさ。じゃあお腹の中のどこの時点？それはこのぐらい大きくなった時、このぐらいじゃ分かんない。一番最初は一つの細胞です、受胎卵です。単なる一つの細胞。ああそう、受胎卵ができた時だよね。でも受胎卵の前は生きてないの。精子と卵子はお父さんとお母さんの体の中に入っていて、それが出てくる時ってでも生きてる。で、それが一つになって受胎卵になりますが、そのどこからがあなたが生き始めてる時なのか、というより、あなたっていうのはどこの段階でできるのか、これ区別ない。私っていうものがあります。じゃあ私と私の外って区別つけます。今ここでいらっしゃる人は、ここでここの空気をですね、自分の体として共有してます。私の体から出た空気が皆さんの体の中に入っていって共有してます。それどころか、数年間で皆さんの体を構成している今の分子は全部外に出て、今皆さんの体を構成しない分子が皆さんの体になる。どういうことでしょう？皆さんの体だけを構成する皆さんのためだけの分子って一つもないんです。みんな体を共有している、分子レベルで。だけど皆さんは言葉によって、これは私の体、あれはあなたの体って言いますよね。そうすると全く別の体を持ってるかのように見えるけど、みんなこの地球の生命圏を滞留する分子を共有して、で時々に違う分子を作って、つまり交換し合いながら生きてる。例えるならば、みんなの共有の服っていうのがあって、これは地球生命圏の分子ですね。これをみんなで共有して、交互に着てる、これが私たちの体、私と私以外の人の体なんです。もっと簡単に言えば、要するに毎日空気、水、食べ物を食べる。その食べ物はちょっと前には他人の体である、他の生き物の体、それが自分の体になる。それで自分の、まあ、体を構成している分子は排泄、発汗、その他で他人の体になっていく。爪を切ったり髪を切ったりすると、切る前は自分の体が、切った後はこの地球の何かのものになる。どこまでが私で、どこまでが私でないのか、境なんかないんです。皆さんこういうことを考えられたことありますか？言葉というのは非常に粗雑なんです。ブッダの知恵から見ると、言葉によってこの世界はあまりにも単純化していて、
実際とは違う世界があるかのように人の意識に感じさせてしまう。言葉は神ではあるが、神はあなたを騙す。だからブッダは言葉っていうのは神というよりもあなたのちょっと頭の弱い友人ぐらいだと。あなたを無邪気に騙してしまう、言うことそのまま聞いたらダメだよ、でも大切な人だよ、その言葉によってこの世界がいろいろなものからできている違いを理解することができる。でもあなたの友達はね、違いばっかりをあなたに吹き込んでつながりを教えてくれない。私、彼っていう言葉をその友達は使う。そしてあなたに私と彼は別だ別だとばっかり伝えてくるけど、実際には私と彼、その体を構成する分子は共有してたりしてつながってるんだ。山、平地、陸、これもつながってるんだ。つながりは教えてくれない、違いばっかりを教えてくれる、あるいは仲違いさせる、そういった無邪気な性質を持っている。つながり、輪っかじゃなくて違いばっかりを強調するあなたのちょっと性格が偏ってる友人ぐらいにあなたの言葉による思考を考えます。そういう考え方なんですね。皆さんこういうふうに言葉を捉えたことあるでしょうか。ブッダの知恵から言うと、人は生まれながらにして言葉による思考を妄信している、うん、言葉による思考を本当に真実だと錯覚している。よって実際の世界は言葉による思考が感じさせるものとは大きく違うのに、言葉による思考そのままに世界が存在していると思っている。人間が感じている世界は実際の世界とは違う。極端に言えば夜見る夢と同じように、実際には存在してない世界を脳は、人の意識は言葉による思考によって感じちゃっている状態なんだ。だから人は目覚めてない。だからブッダ、サンスクリット語でその意味は目覚めた人ってこと。言葉による思考は実際の世界を歪めた形で我々に感じさせてしまうものであって、それはその意味では実在していないものを私たちに感じさせるような面があって、その意味では大げさに言えば夢を見てると似ていて、普通の人は夢を見ていて目覚めてない。それに気づいたブッダこそはその言語の意味が目覚めた人、ブッダ、そういう考え方ですね。こうして名詞からお話をしました。彼、私、また山、川、そういったものは実際の世界の多様性、違いを理解させるが同時につながりをこう理解させてくれない、全く別物だと錯覚させてしまう、そういった弊害があるんだ。だから言葉はうまく使いなさいよ。あなたの言葉による思考という友人は何かと何かの違いを見つけるのが非常にうまいけど、しかしつながりを見つけるのは非常に下手だから、だから違いを見たいときだけに使いなさいよ。つながりを見たいときにはあなたが変わって自分で考えなさい、そういうところなんですね。違いは理解させてくれるけどつながりは理解させてくれない、そういった点が言葉による思考にはある。これが言葉による思考の特に名詞に関する利点と欠点です。ブッダの教えは相対性です。すなわち何か良いことの裏には悪いことがある、どんな人にも良いところと悪いところがある、欠点の裏には長所があるという考え方です。絶対の善や絶対の悪っていうのを認めません。だから言葉による思考にも利益はあるが欠点がある、欠点はあるが利益があるっていうふうに捉えます。しかし言葉を神とすれば、それは言葉っていうのは弊害がない、利益だけがある、それはもうまさに、絶対善ですよね。絶対善とか絶対悪とかを設定して、絶対善はまさに神、絶対悪これはまさに悪魔、そういうふうに分ける。それは西洋の思想にあるかもしれません。仏教の思想は一元論で、善の裏には悪、悪の裏には善、楽の裏には苦、苦の裏には楽っていう相対性です。平等性が高い思想です。どっちがいいって言ってるわけじゃないですよ。ではもう少し言葉について考えてみましょう。今ちょっとお話したことです。言葉には名詞だけじゃなくて形容詞とか形容動詞とかそういうものがあります。これはですね、これは価値の違い、この価値の違いを伝えるんですよね。
これが良いとか悪いとか、これが楽しいとか苦しいとかいう、そういった価値の違いを皆さんに伝えます。私とか彼というのは存在の違いですよね。こういった2つの別のものがあるよって伝えています。形容詞、形容動詞とかそういったものは価値の違いです。私と彼の2つがあって、2人があって、でどっちがいい人なのかとかね、どっちが勝ち組負け組とか、そういうのが形容詞、形容動詞とかで出てきます。存在の違いと、今度は価値の違い、名詞は存在の違い、そしてそれ以外の言葉は価値の違い、これを形成するわけです。でそれは当然必要だよなと、あの人は良い人だと、あの人は悪い人だと、そういうような形で我々生きてます。優れた人、劣った人、現代の文明は競争社会ですから、人と人を分けて、自分と他人を分けて、そしてそのどちらが優れてるのか、どちらが良いのかっていうのを絶えず判断してます。分けて比較する、分けて比較する、これが我々の文化なんですね。そこで名詞に加えて形容詞、良い悪い、優れてる劣ってる、そういった世界で学力、体力、その他に優れてる人、お金を多く持ってるお金持ちと、貧しい人、お金が少ない人、それから美しい人、美しくない人ですね。美しい、醜い、良い、悪い、そういった形容詞がこれ活躍する。じゃあその弊害は何か、弊害は何かです。その前に長所は何かっていうと、価値の違いを教えてくれる、これが形容詞という言葉の利益でしょう。じゃあ弊害は何か、それは良いとされたものが実際以上によく感じてしまう、良いとされたものが実際以上に良いと感じてる、良いとされたものもその裏には悪い面もある、絶対善などない、実際にはそうだと。しかし良いとされると実際以上に良いように感じてしまう。じゃあ同じようにもう一つの弊害、悪いとされると実際以上に悪いと感じてしまう。悪いものの裏にも良いものがあるが、しかし悪いとされると実際以上に悪くなってしまう。もっと言えば善の裏に楽、善の裏に悪、悪の裏に善、欠点の裏に長所、長所の裏に欠点があるんだけど、しかしそれが良いとされると欠点が見えなくなり、それが悪いとされると長所が見えなくなってしまう。これがブッダの知恵から見た形容詞の弊害です。二つ目の弊害ですね。一つ目の弊害は名詞で、つながっているものが全く別のように感じられてしまう。二つ目の弊害は形容詞等で、そう、良いとされたものが実際以上によく見えて、悪いとされるものが実際以上に悪く見える。逆に言うと裏側が見えない、裏側が見えない。例えば最初に美しいって話をしました。美人、これはいいねみんな言います。でもそうでしょうか。最近ある美人の方から相談を受けました。美しい間に死にたいんです、美しい間に死にたいんです。美人、薄命と言われます。絶世の美女、楊貴妃ですね、殺されましたね。美人でね、それでチヤホヤされて王様にも気に入られて、でも人格は磨きません、磨く必要はありませんから。美人だけで愛される。そしてだんだんその容姿が衰えてきたら何の取り柄もないわけです。そうすると美しい間に死にたい、また周りの方からももう用なしとなってしまう。良いことの裏に悪いことがないか、こういう視点、これがブッダの視点です。だからそれが良いとあまり思い込んで、それを欲張っても仕方ないんじゃないか。お金、地位や名誉、それから容姿、それが良いと言われてるほど良いかっていうと、その裏に悪いところもあるでしょ。よく考えて、お金や地位や名誉をむさぼり求めることによって他人と争わなきゃいけない。恨み、妬まれ、妬み、恨み、そして得たものは失いたくないから守るものが多くなっちゃって毎日不安でしょう。そういうものにとらわれなかったら気楽に陽気に生きていけるんじゃないですか。お金、地位、名誉、容姿、その他、それはそんなにいいですか。その相談を受けた美人の人はですね、お金持ちの家系に生まれて美人だったんです。ただ一つ欠けてたものがありました。
そしてその一つ欠けてたものを旦那さんに求め、でも今は別れて生活しています。旦那さんは東大卒業、そのお金持ちで容姿のいい家系はですね、代々学力のある人がいなかったんです。知性知能ってですね、だからこそこの美しい娘にはエリートと結婚させたいっていう願望が父親母親にあって、で娘は好きではないが東大での旦那さんになる人と結婚しました。結婚生活がうまくいったと思いました。当然いきません。全然ダメです。よく考えれば当たり前です。じゃあなんでそんなことしたの。東大頭がいいっていうことがそんなにいいわけではないのに彼らはそれを求めてしまう。東大頭がいいというのと人格が温かいっていうのは全然違う。その娘さん、それはその旦那さんとの関係があんまりよくありません。まあそんな感じでありまして、良いとされたものが、実際以上によく見えてしまう。これが形容詞の弊害です。悪いとされたものが実際以上に悪く見えてしまう。これがもう一つの形容詞の弊害です。こうして我々は実際にはですね、全く別じゃないのに別のように錯覚し、実際にはそれほど悪くないようないのに悪いと錯覚し、実際にはそれほど良くないのに良いと錯覚する、そういった意識の中で生きています。言葉は我々を騙す面もある。神様は必ずしも正直ではありませんよって言うと冒涜になるかもしれないけど、皆さんが自分自身だと思っていたもの、ないし皆さんが要するに神のように盲信していた皆さんの言葉による思考というのは、この世界をありのままには見せないんです。科学的に合理的にしっかり考えた場合、つながっているにもかかわらずそれを別のものに感じさせ、科学的合理的にしっかりと考えた場合、裏があるのに絶対善のように感じさせたり、裏があるのに絶対悪のように感じさせてしまうんですよね。そうやって神だ悪魔だっていうふうになってしまう。この世界がさまざまな全く別のものによってできてて、その中には神の善と悪魔の悪、これがあるんだ、こういうような世界観、バラバラで非常に何て言うかな、硬い世界観、これを我々は言葉による思考によって感じてしまってる。しかもそれが本当だと思い込んでる。そういうことをブッダの知恵は言います。だから言葉による思考、これをしている自分、これを盲信してはいけないと。言葉はとても便利な道具です。それは都市文明を生きるためには言葉はもう絶対的に必要だと。まあ未開の地で一人で自然の中にですね没入して生きるんだったら今ほど多くの言葉はいりませんね。でも文明が発達すれば発達ほどたくさんの言葉が必要です。皆さん毎年毎年たくさんの言葉ができてるの知ってますよね。現代用語の基礎知識って知ってますか。ああいう本、毎年毎年どんどん言葉増えてる。文明の中心の言語って英語ですよね。そして英語こそが largest vocabulary in the world、 すなわち世界中で最も語彙の多い言語は英語です。現代型の都市文明が発達すれば発達ほどこの世界をたくさん細かく細かく分けています。言葉によって分けていく。これを科学の言葉で分析というわけです。で、それはいろいろなものをその違いにおいてよく知るっていう利益を与え、これが近代科学思想、つまり産業革命以降の人間の著しい発展、これをもたらしました。でも弊害としてはつながってる部分がわからない、共通点がわからない。だから人と人はバラバラになって、そして人と人の優劣を細かく細かくつけるようになって、それで俺はダメだっていう卑屈、それからあいつは妬ましいっていう妬み、それから俺は偉いんだっていう慢心と、その後の没落、それからあいつはバカだで生きてる必要はないっていう軽蔑、これがものすごく強くなってきたわけ。そういった心における苦しみの弊害が
この言葉による思考を盲信することにおいて生じる。一方、言葉による思考こそが現代の高度な科学技術を含んだ都市文明、自然の猛威から人間を守る力も与えました。どっちを取りますか？当然みんな言葉の維持を取ると思うんです。ただブッダはどっちかを取れとは言いませんでした。両方取れと。じゃあどうやって取るんですか？そう、言葉による弊害を理解しながら言葉による利益を使えと。つまり言葉を自分と思うな。言葉はあなたの、いいとこも悪いとこもある友達だと。だからいいところを使ってやって悪いとこは信じるな。悪いとこがあるんだと思って付き合いなさいと。そもそもその友達と縁を切るのは無理です。まああなたが山の中にこもってもうぼーっとして生きる動物みたいになって生きるんだったらいいけども、都市文明に生きる限りは言葉という友達と縁を切るのは無理です。もう要するにしがらんでいて、絶対無理で、縁を切ったらまた縁を切ったで、自然の中でその脅威にさらされて、まあ原始時代に戻ってしまう。そういったデメリットもあるから縁は切るべきではないし切れないでしょう。じゃあ縁は切れないにしてもその友達を盲信するならやめろ。言葉による思考、これはあなたの神じゃない、あなた自身じゃない、そしていつも真実を語るわけじゃない、そういったちょっと頭の弱い友達だというぐらいに思って付き合いなさい。使えるようになりなさい。信じないでと。宗教はあなたは信じては言わせん、いいところだけ使いなさいとよく言われますが、それと同じです。言葉による思考、これを神かのように、ないしは自分の本質かのように、ないしは真実かのように扱うんじゃなくて信じるんじゃなくて、それを不完全なさまざまな存在の一部として、いいとこも悪いとこもある皆さんの友達として扱いましょう。そうすると人間関係良くなりますよ。皆さんは皆さんの第一の友達を神だと盲信してるから、皆さんの日常生活で出てくる家族とか同僚とかいった友人知人との関係が悪くなってるんです。皆さんは友人知人は信じませんね、盲信しません。だったらそれと同じレベルでいいとこも悪いとこもある皆さんが今まで友人だと思わず自分自身だと思う、西洋の人が神とまで信じた言葉による思考という皆さんの中の友達をきちっと友達として認識し、神とか自分自身だと思わないように、これがブッダの教えです。言葉による思考、これは本当の私ではない、本当の私ではない、本当の私ではないっていうのを皆さんもどっかで聞いたことがあるかもしれませんが、無我と言います。我っていうのは本当の私っていうんで、本当の私ではない、ないしは非我っていうんです。本当の私はない、本当の私にあらず、そう言ってる。じゃあそれ一体どういうことなんですかって、具体的にこの考え方は日常で活かせるのかと。私たちは言葉による思考、これを自分自身だと思ってそれと一体化するような生き方、これが現代の都市文明です。それ以外できますか？でも確かにおっしゃるように、自分と他人を分けて、彼と彼女を分けて、でその優劣よしあし、これを分けているうちに、さっき言ったさまざまな精神的な苦しみ、卑屈、コンプレックス、俺はあいつらと違ってダメな人間だ、これも全部言葉で考えてるんですよ。そういうふうに、それによって鬱になって自殺する、これは確かに良くない、あいつらは黒人だ、そうやって差別する、これは良くない、あいつは俺より恵まれてると思って妬みの炎に燃える、これも苦しい、それは確かに苦しい。そういったとこから精神的な病気も出る、それで自殺したり他殺に入る人もいる、これは確かに良くない。だどうしたらいいんだ、どうしたらいいんだと。でブッダが進めてるのはこういった考え方です。時々言葉による思考を止めましょう、そして気持ちが落ち着いたらもう一回
考えてみましょう。死と神と言います。時々言葉による思考をこれを止めてみましょう。その後にもう一度考えてみましょう。言葉による思考、これをずっとしてるとだん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 自分と他人を分けて優劣を比較して、で怒りとか欲とか妬みとか軽蔑とか憎しみとか妬みとかいろいろ出てくる。だから時々そうやって混乱した心を一旦リセットしましょう。パソコンいつも使ってるとだんだんウイルスも入ってきてスピードも遅くなってうまくいかなくなる。だから時々シャットダウンしましょう。それで一旦オールクリアして、場合によって時々インストールし直してですね、そしていい状態にしてもう一回立ち上げ直しましょうっていうことを言う。つまり思考している状態と無思考の状態、これを作りましょう。つまり夜と昼を作りましょうと。夜人は休みます。何が休むんでしょう。それは基本的に体が休むとみんな思ってます。ただ体と心っていうのが連動している。すなわち思考を休めるんですね。眠りっていうのは体を休めるだけじゃなくて考えることを一旦止めるわけです。だから眠れない人っていうのは考えることをやめられないんです。何かの不安があってずっとそれを考えてるんです。そうすると眠れなくなっちゃう。逆に言うと眠るっていうことは考えることをやめることです、うん、何かと何かを区別して、何かがいい悪いとか言って、これは嫌だあれだ嫌だっていう、そういった思考自体を止める。これが眠りとして重要なわけです。言葉による思考と体、この2つを止めて、そして心身を休ませる。これが本当の睡眠だと。人は体から見るとみんな睡眠と覚醒、夜と昼、この2つがある、分かっている。しかし現代人はだんだんその言葉による思考を絶対視してしまって、それの弊害が分からないから、考えることをやめるってことが分からない。我思うゆえに我あり、思っていなければ私ではなくなる。人間は考える足である。考えなくなったら動物だ。言葉による信仰があまりにも強すぎて、考えることへの執着があまりにも強すぎて、それは盲信であって執着だ。考えることと考えないこと、昼と夜、眠る頃と起きること、この2つがバランスよくなきゃいけないんだ。先ほどから良いことの裏には悪いことが、悪いことの裏には良いことがあるって言ってましたね。ブッダの価値観です。全部2つがセットで、その2つがバランスが取れてるといいんだよって。昼だけになっちゃダメだ、考えるだけになっちゃダメだ、起きてるだけになっちゃダメだ、夜も必要だ、眠んなきゃいけない、時々は考えないことも必要なんだ。だからいつも見て感じてるばっかりじゃダメで、止まることも必要なんだ。そういった思想なの。ハイブリッドになりましょう。人間もともとハイブリッドでしょ。2つのセットでしょ。男女、これがあって、生命は生まれる。生命はハイブリッド、生命は2つの結合だ。そして子供が生まれて、そして人間を含めて生き物が生まれて、なんで生きていけるのか。それは昼と夜があるからです。昼ばっかりだったら灼熱の世界、月みたいになる。夜ばっかりだったら氷の世界、月の裏側と同じになる。春夏秋冬があるからでしょう。夏と冬があるからでしょう。こうして男女、光闇、暑い寒い、昼夜、陰と陽のバランスで生きてます。そういった視点からは思考と無思考、これは男女のようなもの。本当の健全な子供というのは思考と無思考を自在に操るところ、バランスよく操るところに生じるんであって、現代人は考えすぎ、だからメンタルクリニックが必要になった。じゃあメンタルクリニックって何ができるか。いろいろ不安があるんです、自殺の願望が出てくるんです。そうか、じゃあこの薬を飲みなさい。はい、飲みました。で薬を飲んだ人はどうなの。ぼーっとして物が考えられなくなってるんです。そうですね、そう、それでいいんです。薬を飲んで物が考えられなくなってくるんです。考えるから自殺するんであって、考えなければ自殺しない。でも一番いいのは自分自身の意思で薬と副作用を、薬を飲んでその副作用を被らずに自分で思考を放棄する。思考への執着を自分で放棄する。
無思考の悟り、禅の境地。そこに現代の歪みがあるのかなと私は思います。西洋の文化、言葉と言葉による思考の文化、これをですね、難しい言葉ではロゴスの文化と言います。ロゴス、それは言葉と論理のことを言います。言葉は神であった、はじめに言葉ありき、我ゆえに思うゆえに我あり、そして、人間は考える足である。そういった西洋の宗教にですね、洗脳されているわけです。で、西洋の人がそれで幸福に生きているかというと、そうではありません。日本人よりもたくさんの精神障害者が欧米にはいるんです。日本をはじめと東洋には、先ほど言ったように無心無我、それから無思考の悟りといった言葉や論理を超えた貴重なもの、これを見出す、そういった DNA、 これがあるんです。それをもう少し復活させる必要がある。今までの西洋の都市文明、ロゴスの文化、これを捨てる必要はないが、それを相対化して個性的な友達ぐらいに思ってね、自分自身だとか神だとか盲信せずに、もう一つの自分を取り戻さないといけない。右脳と左脳があったら左脳ばっか使ってるから右脳も使わなきゃいけない。男性と女性があったら男性ばっかに語ってるから女性、これも尊重しなきゃいけない。真の男女平等っていうのは思考と無思考の調和だと、そういったことなんですね。ですから、もう少し具体的なお話をすると、日常生活で皆さんいろいろ悩むと思うんです。いろんな問題に関して悩みます。でも悩むっていうのはですね、厳密に言うと考えてるっていうのとはちょっと違うんです。もちろん悩んでる時に当然考えてますが、思考が堂々巡りしててですね、これ結局いい結果をもたらせない。皆さん悩みが始まって悩みが深まって、でこう不安が解消しない時、すなわち行き詰まった時なんかには、一旦その思考をやめてみる、気分転換をしてみる、何か好きなことをこれに集中してあれこれ考えないようにする、まあ、できれば近くの自然の中に行って、まあ、自然に没入してみる、まあ、そういった点で一番良いのはですね、ヨガや仏教や気功の行法とか体操とか、それから呼吸法とか瞑想法とかありますけど、そういったことでですね、心を休ませるんですね。言葉による思考で堂々巡りになってしまっているので、それはなるわけです。言葉による思考っていうのは完全なもんじゃないか。それたくさんのゴミが、ウイルスがですね、そこであなたの脳のコンピューターに広がっている。したら一旦シャットダウンで立ち上げ直します。そうするとクリアな状態になるから、クリアな状態になってもう一回思考を始めれば、その方がいい結果、これが得られる。無思考の状態から、無の状態から、もう一回その性の状態に、その思考の状態に戻る。これはいろいろな思想、宗教、哲学に言われています。死と観というのは仏教の言葉ですが、別のところでは死と再生、死と再生などと言います。修験道、日本の国産の宗教です。仏教、神道、密教、その他が合わさっています。山に登ります。山に登るときに白装束で登ります。なぜか。白装束は死人の象徴なんです。一旦山を、そう、虚心坦懐、その、あれこれ考えず登ると。登るときはね、いろいろ考えてられないからね、大変だね。それで、こう、空っぽに一旦なってみて、で下山してもう一回人生考え直してみる、死と再生のプロセス、修験道の修行です。それから武術にもありますね。勝つと思うな、思えば負けよ、無心こそ最高の境地。ない最近は要するにフロー状態とか、それからゾーン状態などといって、スポーツでもスポーツ選手がある特殊な非常に、優れたパフォーマンス、これを行う時の状態、それは無思考で今までの練習の成果が自在に出す時だ、出る時だって言われていますね。そういった絶好調の状態のことが言われております。一旦死んで、それからもう一回生まれ変わって、一旦ゼロになってもう一回考え直す、そういったこと、これが人間の英知を逆に高めるんだと。
考えてなきゃ考えてなきゃダメだと、考えてなきゃ動物になるんだ、考えてなきゃダメだ、悩んでなきゃダメだ、そうじゃないともっとひどいことが起こるんだっていうのは間違い。それは考えること、言葉による思考、これを盲信している。そうじゃない人間の英知、そのパターンが一旦それを休ませた後にもう一回復活していく。これ生まれ変わりと言ったらいいでしょうかね。要するに火の鳥ってありますよね。火の鳥が一旦自分を火の中に入れて燃やしてもう一回復活できて蘇るわけです、若返るわけですね。人間もその精神を若返らせるためには夜体を睡眠で休ませるのと同じように、夜でも昼でもいいですから時々思考を止めてみる。少なくとも堂々巡りの悩んだ状態を一旦リセットしてですね、なんか別のことをやってみて、そしてもう一回立ち返ってみるっていう考え方があるわけです。死と再生、死と観ということです。まあこうすることによって人間の最高の知性が出るのだ。で、特に無思考になった時にその後に出てくるそういったものとの中にインスピレーション、ひらめき、直感というものがあります。そうじゃなくて堂々巡りの時は欲もですね、欲に基づく不安もたくさんあってですね、そのこう心、意識、脳も十分に機能しません。だから脳の超高速処理とも言われる直感ですね、直感、今までのデータ、それが膨大 人間の脳の中にあります。また人間は自然的に他者とつながってますから、すなわち他人の体を構成した分子を体の中に入れたりして全地球とつながってるわけです。だから本来はですね、人間の頭の中にある全てのデータ、全ての経験、これを自在に使うことのできる可能性ある。また人間が地球とつながってる以上、地球の全てのデータ、これにアクセスできるかもしれません。それが生じうるとしたら、つまり直感ひらめきが生じうるとしたら、そう、さっき言ったようなさまざまな精神的混乱が静まった状態なんですね。パソコンでいえば非常にフレッシュな状態で、そのパソコンの能力がフルに使えるときにはパッと早く計算できるけど、もうずっと使ってていろんなプログラムが立ち上がっちゃってウイルスも入ってるとですね、自分がやってほしいことにはなかなかパソコン集中しないで非常に反応が遅くなって、そのうち変なことが出てくる関係のないことがたくさんたくさん出てくる、そういう状態になる。最近なんかパソコンと人間ってのはだいぶ人工知能とか言って近くなってきてるって話もあるけど、例えて話してみるとなんか分かりやすいかもしれないですが、だからパソコンもそれからその人間の意識のこれも休ませる時が、こうオーバーホールする時が必要なんだという意味で常に考えている、常に言葉これと共にあるっていうことを超える、そういった英知がその東洋の知恵の中にはあるということをお話したいと思います。さて、今日の第一部はだいたいこういう形で今までのお話まとめてみますと、要するにその西洋は言葉を絶対視して、言葉こそ人間であり、言葉こそ自分であり、言葉こそ神でさえあるという文化があります。で、これを我々は疑問を持つことなくこの日本で生きていると信じてしまっています。しかし東洋の英知の中には言葉を絶対視せず、神と思わないことは言うまでもなく、自分自身とも思わない、自分の情けない友達ぐらいだと思って、その良いとこを生かしてあげて悪いとこからは逃げようと、それは目立たさないようにしようという生き方がある。言葉による思考をしている自分と言葉による思考をしてない、言葉を超えた意識状態の自分、この2つ、この2つ、これが自分だと、この2つとも自分だって考えられる。で、その2つを自在に行き来する、操る、まあその2つとも自分というよりはですね、仏教の感覚では言葉を超えた意識状態の自分が本当の自分で、その本当の自分が言葉による思考という手段を機械のように使うのが本当はいいと、そういう感じに近いかもしれないですね。この本当の自分という言葉による思考ないし感情が静まった状態、心が静まって平安な状態です。それを皆さんどっかで聞いたことがあると思うんですが、仏教では涅槃
ニルバーナと言います。心が静まって広がっている状態です。なんで静まっているか、それは何かが実際以上に良いとか何かが実際以上に悪いと思うと欲が出たり怒りが出たりしますが、そういったことがないから心が静まっています。なんで心が静まるだけじゃなくて広がっているかというと、自分と他人のつながりを理解してますから。言葉によって考え始めると自分と何が別でいろんな人が別でどっちがいいのかどっちが偉いのかって話になるから、そういうのがなくなってるから心が静まって広がっていく。その静まった広がった境地、これをネハン、ニルバーナ、ブッダの悟りの状態だと。でそのブッダの悟りの状態は無知ではありません。非常に高い知性を内包している。無こそが最強だ、無こそが最も豊かなんだと。その無の状態からいろんなひらめき、これが生じてきて、でそれに基づいて新たな思考が始まると、それは知恵のある思考になるんだ。その無の状態からいろんなインスピレーションが湧き、そしていろんな高度な思考、これが始まってくるっていう考え方です。まあ火の鳥が一回死んで蘇った時にはフレッシュになる、死と再生、死と感ですね、そういったものなんです。無から転じる有があるっていう考えです。だからこんな感じですね。人はいつもこう考えてで生きてる、起きてる。しかし考えるのを止めて時々死んで時々眠る、そして眠った後にまたこう考える。この循環こそが、循環こそが、この循環を光の輪では和って呼んでるんですけど、生命体の重要なポイントだと。その両方とも重要で、その両方は別々じゃなくてつながってるんだ。適度にバランスよく循環させることが必要だ。昼夜、夏冬、そして、睡眠と覚醒、そして思考と思考のない状態、そういうものが必要だと。だからこれだけが自分だと思っちゃダメですよ。こっちもあなたですよ。この循環こそ、この全体が自分ですよ。でもうちょっと言っちゃうと、こっちを基本として、こっちから生じるこの生き方、これが最善ですよっていうのは嫌いが、まあ、東洋の思想にはあるんですね。無から転じて、生きるっていうか、無の状態から生が生まれるっていうかな、有が生まれるっていうかな、まあそういう感じです。これは武術にもある考えですね。無が最強で、無から出てくるその攻撃防御、それこそが最高なんだと。無双天性というふうに、そういった東洋の文化、これはだいぶ失われてしまったんですね。ただ今その性の文化、思考の文化、起きてるだけの文化、これがあまりにも強くなって精神を病んでる部分があるから、そろそろ皆さん人間の持ってる第二の知性、これを再発見しましょうと。でそのためには皆さんがこれしかない、これこそ自分だ、これは絶対だと、生まれた時から考えもせず疑いもせず信じ込んでいる、思考しているのが本当の自分だっていう考え方、これをちょっとだけ手放すということではないかと思います。この話はですね、奥が深いです。基本的にいろんな悩み堂々巡りしている時にどうやってそれを止めることができるか、これは言うのは簡単だが行うのは難しいかもしれない。そのためのいろいろな方法、技法、修行、これがあります。しかしまあ今日はですね、そういった細かいところには立ち入らず、全体的に見てですね、考えすぎ、これは言葉による弊害、これを知らないからやることで、言葉とか絶対じゃなく弊害もあると考えたら、言葉による思考を一旦立ってフレッシュな状態でもう一回考えてみるっていうこと、これを日常生活で生かしてみたらどうかということを、まあ、最後に強調させていただきたいと思います。はい、第1部はだいたいお時間が来ましたので、これで終了させていただきます。お疲れ様でした。